いては、うん、ヌイットさんのアイスコーヒーです。あーいいね。私のが、うん、コーヒー発祥、エチオピアの、うん、発祥なんだ。はい、アイスコーヒー、うん、ヨシカちゃんのが、うん、私はね、ルワンダのコーヒーです。じゃあ早速、はい、いただきます。あー、うん、すごい、うん、フルーティーだし、酸味が結構強いね。私のもね、うん、強いけど、もうすごい柑橘系の味がする。なんかね、アイスコーヒーでおすすめ聞いたら、うん、ちょっと酸味の強い方が合うっていうことで、うん、結構あのヌイットさんは深入りのコーヒーがメインなんだけど、うんうん、今回ちょっと酸味強い方で、うん、へー、選んだ。ちょっとはるちゃん飲んでみて。飲んで飲んで飲んで、うん、あ、こっちの方がすごい酸味ある、うん、なんかね、こっちの方が甘みが、うん、後味は甘い。なんかデザートの一緒にね、飲むのもいいかもね。なんかあの併設されてデザートもあったから、それもチョコレートのクリームとか、そうなんだね。あとは自家焙煎で、ちょうど私が行く時も豆を冷やしてる機械で、豆をこう冷やしてるの、すごいね、目の前でね、自家焙煎が出て楽しかった。いいね。ヌイットさんのヌイットっていうのはカナダの原住民って言って、